これ何かわかるでしょうか。ニンニクでございます。そろそろニンニクの芽が出ると思うんですけども、あ、これですね。これニンニクの芽です。ちょっとわかりにくいと思うんですけど、もう少し伸びるといいですね。で、これがですね、先日引っ張ってみたら少し実が大きくなってました。なので、あと、そうですね、1週間、通年ゴールデンウィークぐらいなんですけども、するとですね、ニンニクが取れてます。今年大体800本ぐらい植えてます。また収穫したら、お見せしたいと思います。こちら、これエンドウ豆なんですね。左側が最後と食べれるスナップエンドウで、右側がグリーンピースでございます。ところがですね、グリーンピースの方がちゃんとできてるんですけども、情けないからですね、このいっぱいできても分かりますか。ところがですね、私、種を買うのケチりまして、そうすると交雑っていうんですかが起こりまして、これさえ硬くて食べれないんですね。メンデルの遺伝の法則ってやつですよ。この花が隣の受粉するとですね、次のやつは硬いやつが出てきたりするわけですね。なので、種はちゃんと買わないといけないという、痛い思いをしました。こちらの方どうでしょうね。まあまあ、そろそろこれの方どうかな。あ、これなんかもう今日きれいに食べれそうですね。ちょっと一回開けてみましょうか。片手しか使えないので、入ってるかな。えい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 、よいしょ。ちゃんと入ってますね。で、これこのままですね、茹でて食べると非常に美味しいですね。これ6メートルぐらいありますので、6メートルぐらいあります。まあ食べ放題ですね。あ、またバーでといたします。さあ、これ何でしょう。2列にこう植えてるんですけれども、実はですね、私も何か分かりません。情けない話なんですけど、キャベツとブロッコリーとですね、カリフラワーですか、それを3つ苗を作ったんですね。そしたらどれがどれか分かんなくなっちゃってですね、まだ家に100個近くあります。その100個近くはこっちに今苗を立てて、ここに植えようと思ってるんですが、できてるのも楽しみですね。何だと思いますか。わかんないですね。はい、ということで、また、いつか正解を発表したいと思います。これわかるでしょうか。これですね、人参なんですね。人参です。で、人参というのは隣とですね、こう葉っぱが当たらないと、こういう感じですね、当たらないと競争して大きくならないようなんですね。ちょっとまばらに巻いてしまいました。さあ、うまくいくでしょうかね。長い人参、太い人参なので150日ぐらいかかるようです、端から。また楽しみにしたいと思います。さあ、そしてこっちの、細いひょろひょろひょろとした、これなんでしょう。人参の隣なんですけどもね、これは、白ネギの苗です。前、2年もののネギを作ってると言いますか、それでは別にこうやってですね、1列ずっと、これどれくらいあるだろう、だいぶあると思います。何百本あると思います。これをまた2、3ヶ月して、今まあ5センチぐらいですかね。ですが、これを、また掘り出してですね、それで埋めていくわけです。秋には食べれるでしょう。さあ、この大きな雑草なんでしょう、これ。さあ、3株植えたのですが、ヒントはですね、なんとここにあります。アスパラでございます。で、まだひょろひょろっとしか出てきてなくて、2年目なのかな。2年目はまだそんな取れないそうです。3年目から10年ぐらいずっと取れるそうですが、これ育て取れるようになるまでですね、やっぱ何年かかかっちゃうんですね。食べたいんですけども、食べると、今年の葉っぱが出てこないと悩ましいところでございます。